藤井さん、おはようございます。おはようございます。昨日暑かったですね。暑かったですね。今日も暑いですね。今日も暑いんですよ。もう夏ですね、これも完全に ね、 ね、まあ、でも4月、8月です。そうです。もう本当そのくらいの陽気ですから、急にこれがやってきて、まあ、先ほどもあのラジオ機の方にお伝えしましたけど、まあ、人間というのはこの暑さに慣れるのに大体2週間くらいかかるらしいんですよね。暑熱順化って言ってですね、まあ、ですからこの2週間、まあ、だけどいきなり来ちゃったので、だからなおさら気をつけなければいけないということのようですね。で、昨日はですね、日本列島高気圧に広く覆われ、全国的に気温が上昇しました。岐阜県の揖斐川町で 35.1 度、まあ、猛暑日ですよね。全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。東京都心でも7月下旬並みの 31.6 度を記録、全国290地点で30度を超える真夏日となりました。今もお伝えした通り、まだ体がですね、暑さに慣れていない時期です。気象庁はこまめに水分を取るなど熱中症対策を呼びかけています。東京都心で5月中旬までに真夏日が観測されたのが2004年5月11日以来19年ぶり。今日もですね、各地で真夏日が予想され、東京都心でも2日連続の真夏日となると、これ史上初ということなんですね。で、早くも、まあ、このエアコンをつける必要があるわけなんですが、大手電力7社は家庭向けなどの規制料金について6月1日の値上げ実施を発表しています。標準家庭の1ヶ月あたりの電気料金の値上げ幅が最も大きい沖縄電力で2771円、最も低い東京電力で881円です。まあ、いずれにしても家計にとってはさらなる負担増となるということですね。きついですね。エネルギー、電力は本当毎日全部に使えますから、まあ、僕はずっと消費税は大変問題だってずっと言ってますけど、それと同じ効果がありますからね。電気代の値上がりってこれ経済に極めて深刻な影響を与えますよね。はい。使わない人はいないわけですからね。そうです。ね、で、まあ、今はですね、この政府が、まあ、標準世帯で2800円くらい、まあ、この負担をしているということなんですが、まあ、これがもし、まあ、あの9月いっぱいでしたかね、あの外れるとなると、じゃあ その先どうするんだとか、まあ、いろいろこの心配が出ると、藤井さんも以前からおっしゃると、言ってる通り、心配失敗するとやっぱり僕たちはその消費を控えようと、いう行動、期待の問題ですからね。そうですよね。となってくると、その消費がもし控えめになってくると、まあ、これ、またよろしくない方向に向かっていくと。全くもってよろしくない。そうなんですよね。まあ、だから、まあね、言うことなすことというか、まあ、この政府もしっかりとこのあたりもやってくれないと。そうです。だから、その先にちょっと前もってでもいいですから、こういう方向ですよと、何かこう期待感をね、我々にこうね抱かせてくれるような発言があるといいんですがね。原料価格をね、全部利用者に負担させてるんですよね。原料価格の高騰をね、石油の、それも政府が全部目の見ればいいんですけども、それをやる気は全くないっていうことですよね。最悪ですね。はい。まあ、これはだって誰が悪いわけでもないっていうところは、じゃあ誰が持ってくれるかって言ったら、他も政府しかない。絶対そうですよ。ですもんね。困った時の政府っていうこのイメージをもっともっと植え付けてもいいと思うんですがね。昨日ちょうど、ね、大学で講義してたんですけど、これ緊縮財政って言いますけどね、でそれと、まあ、積極財政あるじゃないですか。積極財政って国民のための、民主主義的な財政なんです。だから緊縮財政って政府の財務省のことだけ考えてるでしょ。これね、絶対王政主義的なんですよ。だから国民なんて知らねえよ、そんなの。 俺はとりあえず肉食いてんだよ、この野郎みたいな。金むしり取るぞ、この野郎みたいな。はい。絶対王政的なんですよね。だから今の政府は絶対王政的なんですよね。国民の生活なんて知ったことじゃねえよ、この野郎みたいなことになってる。はい。でもそれで立ちが悪い、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、それは国のためと思ってるんでしょうね、向こうは。思ってるんですよ。俺がいなかったらおめたち死ぬだろ、この野郎。俺が肉食わねえとおめたち生きていけねえんだろ、この野郎。俺がダイヤとか金とか買いてえんだよ、この野郎みたいなね。それ絶対王政はなんか傲慢だ、それが国のためだ。そうそうね。一応そこだけで民主主義的だと思ったんですよね。はい。どうしましょう、こいつら。そうですね。どうしましょうかね。本当にね、このスタジオだけで、ね、言ってるんじゃなくて、もう今ラジオ機の方もこれしっかりとこのね、自分の中にこの植え付けていただいて、
なんとかみんなでしなきゃダメなんですよね。知りませんよ、もうこんなことが続いたら不満がたまったら、はい、何が起こるか分からないですから、はい、国民が、切れる前にちゃんと捨てもらわないと、はい、切れちゃいますよ。切れないだろうなと思ってたら大間違い、ね、そう大間違いですよね。怖えんだぞこの野郎俺たちだってクワとかカマとかいろいろ持ってんだこの野郎、息を殺すぞこの野郎、ね、まあ、そういうことですからね、江戸時代はね、はい、そうですそうです、うん、ね、まあ、切れる前になんとかね、そう対策をしていただきたいですよね、うん、はい。時刻6時10分です。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ、こちら日経新聞、コロナ後回復持続力問う。新型コロナウイルス化が一段落し日本経済が回復しています。2023年の1月から3月期の GDP 国内総生産は個人消費が押し上げる形でプラスとなりました。先行きは物価高や外需に不安があって成長を持続させられるかどうか民間エコノミストの見方が割れています。でコロナ禍から経済社会活動の正常化が進んで外食宿泊などのサービス関連が伸びたということなんですが、これ日本経済の回復、これは藤井さんはどうご覧になってますか。まあ、もちろんいいんですけどね、はい、例えばこれものすごい病気になった人がいてね、それで復帰したとしましょうよ、はい、そしたらその人しばらく回復したと言われるじゃないですか、はい、ものすごい病気になってもともと健康やった時に比べてめちゃくちゃ不健康になってても、病気でも、もう死にかけてた時に比べて、はい、マシになったら成長しましたねっていうことになるわけですけど、ね、それ喜ぶかおえってことなんですよ。もともと健康やった時に比べて、やっぱりまだこんだけしんどいよなっていうべきなんですよ、だけどねこういう日経新聞とかそういうこと言わないんですよね。もともとね2019年の10月に消費税を増税してね、2020年の、まあ、1月2月3月にコロナがやってきてそこでへこんだわけですけども、はい、そこにはまあもう一回戻ったわけですよ。コロナ前には戻ったんですけどね、はい、でも消費税増税の前には全く及んでないわけでね、はい、だからこんなこと言ってるからダメなんですよね、まあ、だからその数字を見てね、それだけでなんか一喜一憂しちゃいけないってことなんですね、その数字を、だってめちゃくちゃ具合悪い時と比べて何が嬉しいの、はい、お前っていうことですよ、でよその国はその2019年に比べてどん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 成長してるのに我々は全くそれを下回ってるわけですから、そういうね報道をちゃんとしてもらわないと困るんですけど、日本経済新聞はする気がないんですね、そういうことをね、はい、で先行き旺盛な個人消費を中心に当面はプラス幅が拡大する見込みだといいます。で10人の民間エコノミストによりますと4月から6月期の経済予測年率換算の成長率が平均 1.9%、 6人が1月から3月期から伸び率が拡大すると見ています、まあこのただエコノミストの意見も分かれてるということなんですね、でまあまあ伸びる可能性の方が高いと思いますけどね、まだどうでもええですけどインバウンドなるものもいるだろうだとか、はい、それから1月か3月はまだ5月8日以前ですから、一定程度控えてる人がいるけれども5月8日以降が主力には入りますから、それはまあちょっと伸びるんでしょうけどね、でもまあだからそんなせこい話で喜んでてどうすんの、まあ、お前みたいな、それで手放しで万歳なんて言ってる場合じゃない、ないということなんですよ。2019年10月と9月と比べなさい、ということです、はい、9月ですね、はい、増税前と、はい、で今年の春季の労使交渉ですが30年ぶりの高いこの賃上げ率が見込まれます。で賃上げが持続しなければ消費は腰折れです。安定した内需拡大のためにも最低賃金の引き上げ中小企業の価格転嫁など物価と賃金がともに一緒に、両方上昇する、まあ、対策に取り組む必要があると、まあ、こういうことを言っておりますけどこれはどうですか。それはまあそういうことなんですけども、はい、賃金の方が物価よりも早く、はい、でより大きく増加するように上がっていくようにしておかないと実質賃金は上がらないですから、そこが今問われてるんですよね、でしかも
この物価上昇がね、はい、みんなすごく嫌がってるわけじゃないですか、特に電力の話とかで、でね、で電力の話で電気代が高くなっていろんなものが高くなってますけど、そこの高くなった分は賃金に反映されるのではなくて、全部外国の輸出で、あの輸入、はい、の価格が上がってるだけであって、はい、外国人に配ってるってだけの話ですからね、そうじゃなくて外国人に配る分は増やさないで、はい、日本人の賃金になる分だけ増やしていく、はい、そんな風にねしていかなダメなんですけど、そうならないでしょうね、絶対ならないでしょうね今のままじゃね、絶対ならないですね、はい、まあ、これ記事にもありました、今もお伝えした通りですね、まあ、今回はその高い賃上げ率が あるけれども、じゃあ来年以降どうなんだってところでね、そうです、あとは我々これもやはりこの全部の企業の賃上げされたわけでもないし、うん、まあ、大手企業という余力のあるところ、うん、まあ、これで平均するとまあ3とかね 3.1 とかそういう数字は出てきてますけど、まあ、だけれども、まあ、私のこの見聞きした中ではやはり中小の方で、うん、いやうち上げられないよっていうところもあるわけですからね、うんうんうん、まあ、そうなってくると、じゃあそのあたりはどうするのかっていうようなね問題が含まれてます。そうなんですね、うん、はい、続いてはこちら、日経新聞、政府少子化対策の財源案、医療保険に上乗せ徴収。政府は子ども政策の新たな財源確保のために公的医療保険の保険料などに上乗せ徴収する案を与党に示す調整に入りました。3年間の集中対策期間で多子、多くの子どもですね、多子世帯への児童手当の加算など予算を増額する分の一部に充てます。幅広い世代や企業に負担を求める一方で、税制論議の機運は乏しいという指摘もあります。財源は社会保障分野での歳出を削減した上で、足りない部分について新たに負担の増加を求めるということですね。まあ、このあたりの動きは藤井さんどうご覧になってますか。最悪ですね。消費税というものと社会保険料というものは事実上同じ、はい、なんですよ。我々に負担がかかる、はい、同じなんですよ。国民負担率と呼ばれるものですし、でまあ、唯一の違いは価格に必ずしもすぐ消費税のようには反映しないというところはあるんですけども、企業の負担という点ではまあ一緒だし、で労働賃金が減らされるという点でも点の効果があるんですよね、はい、だから、まあ、プラマイのそのかかり方は少々違うところはあるんですけど、まあ、実質金むしり取られるだけの話なので、消費税と同じような格好でお金がむしり取られていくと、はい、一方で消費税の場合はね、僕なんかがずっと消費税反対だなんてずっと言ったりとかしてるのもありますし、はい、多くの国民は消費税何みたいに、まあ、クールポコ状況に何ですね、にこうなるんですけど、社会保険料やったらふーんっていう人いるんですよ、はあはあ、違うと、一緒なんやと、はい、でそういうのがあってね、でずっと社会保険料はもう黙ってこそーとはずっとうなぎ登りになってるんですよ、はい、でそれが国民負担率の上昇の大きな要因になってしまってて、それをまたやろうとしてるんですよね、政府は、まあ、社会保険料だとサラリーマンでいうと天引きですからね、うん、そういうことです、そういうこと、天引きなんです、ね、消費税だったら払うときに、あ、そう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 、ちょっと分かって実感が湧きますけども、うん、天引きだからなんかね気づかないんですよ、はい、こそーっと抜いておるんですよ、でちょっと見てみようかと思って、給与のね、いろいろこう明細のところを見ると、うんうん、意外に高いなっていうのが分かるんですよね。だって給料、企業が払ってる人件費の今 15% ですから、はい、15% が僕ら負担してて 15% が企業が負担してて、だから社会保険料今 30% なんですよ、はい、すごいことですよ。そうですね、30% も取られてるんですよ。3割ですもんね。そうそう、その社長が用意した100万のうち、はい、もう30万取ってきよるんですよ、政府が、社会保険料だぜおい、少子高齢だからだから、はい、しょうがねえだろこの野郎と、それにだからさらに上乗せ上乗せするんですよ。何パーなのかちょっとここでは分かんないですけど、はい、もっと払えこの野郎みたいな感じですか。もうめちゃくちゃですよね、もう、はい、みんな知らないですよね。そうですね、気がついてないというね、はい、はい、時刻6時19分です。
時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。世界景気の不透明感が増しているという記事です。アメリカとヨーロッパは夏から冬にかけ景気後退する可能性が高まっています。インフレ対応で経済をこの冷ますための利上げ、この歪みでアメリカの地方銀行が破綻するなど金融不安のリスクが広がっています。主要国の今年1月から3月期の GDP が出揃いまして、日本は実質で前の時期に比べ年率 1.6% 増と市場予想を上回りました。個人消費が全体を押し上げたということなんですが、輸出はですね、前の時期に比べて 4.2% 減と落ち込んでいます。背景にはアメリカとヨーロッパの成長の鈍さがあるというんですね。世界景気の不透明感が増していると、こういうふうに今回のこの1月から3月期の GDP でも数字として出てきてますね、これはもうかねてから予想されてた通りの動きですよね、そもそも金利をねずっと上げてきてますから、これは何のために上げてるかっていうと、むしろ景気を後退させるため、成長率を下落させるために、金利を上げてたと言っても過言でないような振る舞いですから、だからそりゃそうやろと、そんなならなかったらおかしいわけですもんね、そうです、だからむしろそんなことするなと、僕は金利を上げるんじゃなくてインフレ対策は財政政策を行って、石油の価格の下落だとか、食料品の価格の下落と、政府が補助を徹底的に出して、それで外国にこう輸入するときの外国に支払う、お金を政府が肩代わりするという格好での財政政策をやれば物価が安定をして、でしかも景気は後退しないと、いうことを、僕はずっと言ってたんですけど、そのことを言ってるエコノミストがもう僕が見た感じいないんですよね、ほとんど、それに類似したことを言う人はいますけど、こういうシステムテクニックを言ってる人はいないと、とにかくもう物価が上がったら金利上げだと言ってるわけですけど、バカかバカなのかと僕はずっと言ってたんですけど、誰も聞いちゃくれねえということで、で景気が後退していくわけですね、でアメリカヨーロッパが後退して、相対的に中国ロシアが上がってきてですね、さらに民主主義国家対、権威主義国家の闘争において権威主義国家が相対的地位を上げると、いう帰結に結びつくんですね、ロシア中国も、経済的にははかばかしくはないとは言うものの、でもこれは相対的ですからね、そうです、そうすると極東の軍事バランスがさらに崩れて、極東がさらにきな臭くなって、台湾有事がどんどん、尖閣有事がどんどん近づいてくると、嫌ですね、そのバランスが崩れた時が ね、一番危険ですからね、この読みが外れることを僕は願ってますけども、残念ながら外れそうにないですね、日本新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけ、季節性インフルエンザと同じ5類に移行して、消費拡大や高水準のこの賃上げなど好循環の、現在のところ兆しはあるんですけれども、この今言った通り世界景気の冷え込み、これがですね覆ってきて、この先は試練というふうに言われております、輸出が伸びないということですものね、この先非常に気になる注目に値する時期となってきました、また後ほどお話を伺います。時刻6時41分になるところです。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。昨日東京株式市場で日経平均株価の終値がおよそ1年8ヶ月ぶりに3万円の大台を回復しました。今年1月から3月期の GDP の速報値が事前の市場予想を上回ったことが投資家に好感されています。でコロナ禍が和らいだことで個人消費が回復したことが GDP を押し上げています。アメリカとヨーロッパの銀行不安や信用収縮のリスク、これがくすぶる中、海外投資家投資先として日本の安定性を再評価しているといいます。これはいろいろこの理由としてですね見られていますけれども、まずその欧米の金融不安が、一時的とはいうものの後退をしつつあると、あと企業業績がですね堅調なこと、そして
コロナ禍からのこの経済再開が本格化するのを見込んだ海外投資家からの、まあ、この買い付けというかですね、買い注文があったという、まあ、こういう理由がよく言われています。まあ、この日経平均株価の終値、ね、およそ1年8ヶ月ぶりに3万円の大台を回復しました。藤井さん、これはどうご覧になってますか？これもちろんね、いいか悪いかって言ったら別に大して悪くないんですけど、何がも、でも僕はこれ、このニュース自体がとても悪くてね、何かっていうと、これを見ると、あ、日本ええ感じやねんな、はい、ほうほう、ええ感じやなって言ってね、景気を、経済を、成長を上向かせるための努力をしなあかんという機運がそがれるんですよね。はあ、で、日本はそれをずっと繰り返してきてるんですよね。はい、まあ、安倍内閣の頃から特にそうなんですけども、まあ、半ば完成相場で株価が上がってきて、はあはい、で株価っていうのが政権安定運営のために必要だなんてことが言われてね、安倍内閣の頃から、それで、まあ、クジラなんちゅうの動かして、はい、GPIF だなんだとかって動かしてですね、上げて、そしたらみんななんかちょっと気分ようなるんですよ、麻薬的なね、ええ感じなんや、じゃあこれでいいかってなるんですけど、実際こんなもの高かったところで僕らの賃金は何も上がらないし、で実質所得上がってるわけでも何でもないし、いろんなお店屋さんの、あるいはいろんな企業の収益が上がってるわけでも何でもないわけですよ。だからもっと成長率に着目しないといけないし、はい、で GDP の絶対水準自身がどうなってるかっていうことに着目しないといけないんだけど、はい、みんな分かんないんですよね、なんか実質成長率、なんか分からへんけど、お、株価3万円いいやんかそうですね、バカか、ま、でも実際そういう水準なんですよ、一般の方って。だから、僕はこういうニュースを見るたびに、嫌だなと思いますね。はい、まあね、なんか気持ちが明るくなるっていうのは悪いことじゃないんでしょう。でも今藤井さんご指摘の通り、じゃあ例えば株価上がりました、あ、給料も上がるかななんて思ってたら、今ね、全部とは言いませんけれども、企業っていうのは株主の方を向いてますからね、結構ね、ということです。で、経団連の徳良会長こう言ってます、まあ、今回のこの3万円台回復に関して、一時的には結構なことだと思うが、今は資金がかなり余剰で出回っているので、投機的なお金も随分ある、まあ、それで株価がかなり動く、例えば日銀総裁の発言で動くなどいろいろあるので、あまり一喜一憂しても仕方ないと思うと、まあ、こういう発言をしているということなんですね。で、まあ、今後についても非常に慎重な見方も出ていまして、まあ、市場関係者、この今の株価の上昇が日本企業の実力をしっかり反映したものなのか、この点を見ておく必要があると、まあ、今後アメリカの銀行運営の問題ですとか、経営の問題とか、あと債務上限の引き上げをめぐる協議など、海外経済のリスク要因を見極めるべきだという、こういう指摘もありますね。はい、さあ、それではここからはですね、藤井さんにはこのテーマで話を聞きます。 G7 広島サミットが明日開幕、岸田総理の思いは届くのか。G7 主要7カ国は明日19日から21日の日程で広島で首脳会議を開きます。岸田総理はサミット開幕を前にインタビューで、中国とロシアを名指しして力による一方的な現状変更は認めないと、国際社会にメッセージを発する機会にしたい、まあ、こう強調しました。生成 AI 人工知能をめぐる国際ルール作りなどに関して合意して、広島 AI プロセスとして打ち出す方針を表明しています。核廃絶に関しては、核兵器のない世界に向けた力強いメッセージとともに、現実的な取り組みを着実に進める思い、こちらも発信したいと表明しました。G7 首脳の原爆資料館訪問については、被爆の実相に触れてもらうことは核軍縮に向けた取り組みの原点だと強調しました。明日から始まる G7 広島サミットですが、藤井さん、このサミットはどうご覧になってますか？例えばね、第二次世界大戦戦争記念館とかっていうのがあってね、はい、それをみんな見に行きましょうと、別に日本じゃなくてもいいですよ、はい、見に行きましょうって言って、わあ、戦争でこんなひどいことがあったんだ、大変だったなって見て、はい、じゃあこれから軍縮の話をしましょうかってするはずないじゃないですか。はなんで核だけは
そんな議論がまかり通って、通常兵器でそんな議論がまかり通らないんですか。はい、それが一点ですよね、はい。だから被爆の実相に触れてもらうことは核軍縮に向けた取り組みの原点だ、まあ、原点ちゃ原点かもしれんけどだそれ、うんね、それが一つだし、はい、で資料館見てですよ、おっしゃる、ああこれアメリカあんたんところが落としてね、僕らこうなったんですよ、どう思いますと見てくれた、こんなひどいこと、こんなに死んでこんなことになって、こいつであんた落としたからなんですけどね、これどう思いますって言ってくれるんだったらいいんですけど、絶対言わないですよね。それで核はいけませんなって仮に言ったとしたらですよ、はい、お前やがな、パーンいかんな、ダメ、ね、お前が落としたね。そうですよね、漫才ですよ、はい、核はいけませんな、いやだからあかん言うてんねん、お前が落としたんやこの野郎、やらないでしょ、はい、だから侮辱を受けるのと等しいですね、僕は。はい、だってお前なんて落としてもうかまへんねん、俺は、うん、はい、お前ら落とされて当然で、俺は落とすの当然やから謝らへんぞと、謝らへんっていうことは落とすの当然やからやでと、うん、はい、っていうことを見せに行くんですよ、岸田さんは。だから広島サミットするようなもんですよ、じゃあみんなで危ねえこいつって、僕が外国の首脳だったら思いますね、うん、はい。これだから逆の立場でアメリカはじゃあどういう思いでいくかというと、うん、これから先、まあ、核軍縮、うん、まあ、これは嘘ではないのかもしれませんけれども、うん、それだけでしょうね、きっと。そうですよ、はい、知らんけど知らんけど、うん、それはこれね、うん、それもあれ終わった話だし、はい、うん、まさかそんなこと言うんやろお前みたいなことで来るわけですよ、うん、はい、まあですからそのあたりは非常に複雑な、うん、だから重要なのは70年以上ね、はい、こういう機会を設けなかったんですよ、はい、G7 をね、わざわざ広島で長崎でやって、うん、はい、みんなで見ましょうって言って、だってもう加害者たちですよ、うん、連合国なんだから。そうですね、連合国、ね、まあ、実際落とさんだはアメリカ政府だろうけれども、はい、連合国と戦ってたんだから、はい、で彼ら全員敵だったんですよ、うん、で僕たちに虐待したやつを連れてきて、はい、じゃあ虐待がダメだっていうのをみんなで見ましょうね、うん、って日本人が言うんですよ、はあ、バカかこいつって思いますよ、うん、ね、うん、でもこれいくら言ってもわからない人はわからないんでしょう、うん、人間じゃなかったらわかんないですからね、うん、ある意味、はい、だから人間の心っていうか筋っていうか、それがわからなかったらわからんでしょうからね、はい、うん、残念だ、うん、まあ、以前ロシアからねそのあたりは指摘されてましたからね、うん、そうですそうです、だからロシアだけでそれ分かった、腹を切れって言われちゃってね、腹を切れって言われちゃってね、そんななんで言われるだろうと思うけれども、思うけれども言われてもしょうがない、そうなんですよね、そのあたり非常に複雑です。はい、で今回日本は今年の G7 の議長国です。岸田総理は今週開かれた経済財政諮問会議で、来たる G7 サミットで各国とマクロ経済政策を共有するとともに骨太の方針の策定を進めてまいりますと、まあ、こういうふうに述べています。岸田総理が G7 広島サミットを仕切った後には、まあ、内政の懸案が待ち受けるわけですが、まあ、その一つが、まあ、政府が6月に経済財政運営の基本方針を示す骨太の方針とも言われていますが、まあ、あとはもう一つその広島サミットというとこの警備の問題もね今回はありますね、うんうん、まあ、テロがね、テロ去年から続いてますから、まあ、警察も最大限の、うん、まあ、このね、警備体制を敷いているということではありますけれども、うんうん、はい、まあ、あのちょっと復唱になりますけれども、まあ、今回はですね、力による一方的な現状変更は認めないと国際社会にメッセージを発する機会にしたい、まあ、こういうふうに言ってる。あと生成 AI の人工知能をめぐる国際ルール作りなどに関して、まあ、合意して広島 AI プロセスとして打ち出す方針を表明したと、まあ、こういうことなんですけどもね、あとあのバイデン大統領が、まあ、あの広島には来るけれども、その後オーストラリアでねクワッドの会合を開くということでしたが、うんうん、やはりあの債務上限問題、うん、まあ、これがどうもあるようですから、うん、すぐに帰ると、うん、まあ、いうことで、うん、あのクワッドがオーストラリアでの開催は、うん、まあ、中止となったということなんですが、うんうんうん、まあ、いろいろでもやっぱり動きはありますね、うん、ありますけども日本ではこれ今話が出てきた骨太でね、はい、
ちゃんとプライマリーバランス規律を撤廃しないといけないんですけど、あ、まあ、はい、そういう議論が今全然ないですね、まあそのね先にはじゃあ社会保険料の引き上げなのか増税なのか、はたまた国債増発なのか、まあ、でも国債増発はしないんですよね。そうですね、だってプライマリーバランス規律っていうのは、はい、国債を出さないっていう規律ですから、となると社会保険料の引き上げか増税か、まあ、もしくはあとは、無駄をカットしていくっていうですね、まあ、この動き、まあ、そのカットした上でじゃあどっちなんですかっていうような機運にもなりつつあるというのが、ここはまた何か残念で、どうなんでそういう反発がほとんどないんですよね。あ、非常に厳しい状況ですよね。そうなんですね、はい、以上ニュース最前線でした。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。日経新聞から、危険な盛り土対策が本格的に動き出します。まあ、盛り土というのは谷とか斜面にですね土を盛って平らな土地を作る、まあ、工法の一つです。まあ、日本山地あと丘陵地が多いですから、宅地造成のための工法として、まあ、広く使われている、まあ、これを盛り土と言いますが、それに先立って国土交通省がですね、この自治体向けの対応指針を大筋でまとめて、危険性がある土地の所有者らに崩落防止の行政処分を躊躇なく行うことを求めました。まあ、被害の恐れのある区域を指定して規制を強化する盛土規制法が26日に、まあ、施行されるわけなんですね。まあ、この事前の規制と迅速な処分、これを両輪にした安全対策を自治体が厳格に進められるかどうか、まあ、こちらが災害発生防止の鍵を握ると言われています。で、柱となるのが被害の可能性がある区域を都道府県などがあらかじめ指定して、そして、この造成を許可制とするなどの規制強化、そして、区域内のですね既存の盛り土についても、定期的に実態を調査して危険があると判断されれば行政処分などを通じて土地所有者らに安全確保対策を促すといいます。まあ、ですから、まあ、これから新しく作るというところは許可制とする、規制を強化する、そしてこれまであった盛り土についても実態調査をするということなんですが、藤井さん、このあたりの動きはいかがでしょう。おそらく熱海ですか、はい、まあ、災害があった直後に、はい、国交省は全国にこういう危険なところがあるかないか、はい、全国各地で調べたんでしょうね。そしたら結構あるということになって、はい、じゃあこれは法的対応する必要があるだろうということで、はい、まあ、こういう制度が作られたんだと思いますね。熱海の土石流は映像を見ただけでも恐ろしいですものね。恐ろしい話です、ああいうのが放置されてたっていうのがね、はい、我が国の脆弱性の一つだったわけですから、はい、政府のやることってろくでもないことばっかりですけども、国土強靭化に関してはこうやって、はい、進むこともあるんだなと思いますね。まあ、それはでも藤井さんが中心になってぐいぐい引っ張ってきたからじゃないんですか。まあ、お金がかからないですからね、これは。これはね、今回のは、はい、これ、まあ、ちょっと人気はかかりますけどね、はい、労力はかかりますけど、財務省が邪魔しなかったら政府っていうのは前に進むことができるんですよね。で、財務省がブロックするものに関しては全く進まないっていう、はい、反射です、反射。大元にあるのがやはりこの財政ですね、健全化というところですね。という、はい、国債を出さないっていうのを決めると、はい、あらゆるものができなくなるんですよね。でもこれは別に調べるだけでしょ、はい、調べて、許可を出すとか出さないとか、そうですね、だから行政処分通じて、こういうのだけは前に進むんですよね。なるほど。でもそれも悲しいですね。悲しいです。お金にならないものは、まあ、それも時間もかかると、だけれども、お金がかかるものに関しては遅々として進まない傾向があるということなんですね。発展途上国ですね。貧乏な国はお金がないから何もできないじゃないですか、いろんなルールの変更とかできるけれど、はい、そういう国なんですよ、ね。で、これはだから昔の例えばですね、考えだと内緒では触れないとかね、よく言ってました。だって今そうじゃないじゃないですか。そうです、あるんです、いくらでもやり方はいくらでもあると。貨幣を政府が供給してるからという言い方もできるし、はい、別に借りて作って後で返せばいいと
という言い方でもいいし、何でもいいんですけども、外国と同じようにやればいいんですよね。はい、プライマリーバランス規律さえなければ、はい、随分変わると思います、ね、外国はやってることですもんね。やってることです、そしてその命というのが関わってきてるわけですからね。命よりもプライマリーバランス規律を守ることの方が大事だというのが今の政府の公式見解ですよね。まあ、国を存続させていくためにっていうふうに思ってるんでしょうかね。いや、まあ、存続すら気にしてないですよ。だって規律っていうのはどういう規決に なろうとも、regardless of the consequences、 どんな結果であろうとも、とにかく守るのが規律ですから。規律はとにかく守るもの、そうだ、ならぬものはなりませんっていうのが規律ですからね、だから国が滅びるぞって言っても関係ねえんだよ、規律なんだ、言ってるんですね。でも規律は時の流れとともに変化していくものですよね。そうです、人間のためにやるわけですから、その規律によって殺されてしまうようでは、はい、その規律の意味がないですよね、はい、でもそうなってるんです。でも時々人間って何かの誇りとかね、何かの規律を守るために命を捨てることだってあるじゃないですか、はい、その、プライドのためにって、そういう風なものに PB がなってるんですね、はい、最悪です。7時です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。産経新聞から、原子力規制委員会が昨日東京電力柏崎刈羽原発の運転禁止継続を決めたことで、東京電力ホールディングスの経営環境一段と厳しくなるという記事、目標としていた柏崎刈羽7号機の10月の再稼働がですね、絶望的となり、東京電力6月に続いて電気料金の再値上げに追い込まれる可能性も出てきました。夏や冬の電力の需給の逼迫、これを解消する役割も果たせずじまいです。東電に対する風当たりは2つの面で強まりそうです。東電おととい家庭向け規制料金を6月1日から値上げすると発表したばかりです。政府の試算では標準的な家庭月400キロワットを使ったという場合で月に2078円、この値上げとなります。で、10月には政府による物価高騰対策の補助金が消えます。まあ、9月いっぱいということですからね、今のところ。で、家計の電気料金の負担はぐっと重くなり、再値上げに対し国民の理解を得るのは難しくなっていきそうだというんですね。まあ、現在はこの政府による物価高騰対策の補助金が、標準家庭で2800円くらいですね、この金額として補助金が出ているということなんですが、ではなんで、まあ、今回また原子力規制委員会が、運転禁止継続を決めたかというと、まあ、これ少し紐解いていくとですね、まあ、正確に言えばですね、原子力規制委員会が17日、解除しないと、柏崎刈羽原発の、この事実上の運転禁止命令について解除しないことを決めました。で、これは東京電力の再発防止の取り組みを検査して、その結果例の侵入者に対する監視体制などで是正が不十分と判断したというんですね。で、岸田総理はですね、この柏崎刈羽原発についてはこの夏以降の再稼働を目指す方針というのを表明していたんですけれども、まあ、それが困難な見通しとなって、東電管内のですね、電力需給は今年も綱渡りの状態が続きそうだということです。で、もう少し細かくお伝えすると、この規制委員会事務局の原子力規制庁がですね、その東電に改善を求めた27項目というのがありまして、まあ、そのうちの4項目で是正されていないという報告書を提出しました。で、この天気が悪い時の監視体制が不十分で、警報の誤作動も目標以下に減らなかったといいます。協力会社を含めたテロ対策に関する議論や情報の共有も低調で、マニュアルの変更がルール通り行われていないことがあったと。まあ、この報告書をもとに規制委員会が柏崎刈羽原発の運転禁止命令解除のしていいのかどうかを議論して、で、5人の委員からは、荒天時、天気が悪い時の監視は難しいけれども、東電だけが厳しい環境というわけではない、まあ、こういう意見が出て、運転禁止命令を解除しないで検査を継続することを決めました。
ですから規制委員会今後東京電力からこの4つの項目について取り組みの報告を求めて、まあ、それで検査で是正されたと確認できれば改めて命令を解除できるかどうか判断をするということなんですが、藤井さんこの動きはどうでしょうね。これ今5月でね、はい、10月、はい、5ヶ月あるんですよね、今お話をお聞きしてたものの改善が、はい、絶対できないっていうことが決まったんですかね、うん、で再稼働は絶望的って書いてますから。そうなんですね。だって今のお話だったら改善したら、はい、4項目、はい、4項目改善したら、解除するんでしょ、はい、もう一回禁止をあの、ね、あの討議して、OK が出る可能性もあるってことですからね。なんで絶対10月ダメだって決まったんですかね。うん、そうなんですね。だって深刻な問題ですよ。いやーこれは大きいでしょう。いやそれはまあテロ対策ちゃんとやりましょうとかね、はい、マニュアル書き換えましょうとかしたら、ちょっと僕は細かくは分からないんですけど、はい、今の話をお聞きしてるだけで、10月に再稼働することの重要性を鑑みたらですよ、はい、だって電力の逼迫だとか電力の価格の下落だとかね、ということを考えたらですよ、仮にそこに問題があったとしてもですよ、はい、なんで10月の再稼働は絶望的だとなってるのか僕にはちょっと理解できなかったですね、はい。でまあ、この柏崎刈羽原発といえば2021年おととしの1月ですね、署員が他人の ID カードで中央制御室に不正入室する問題が発覚して、さらに不審者の侵入検知装置が故障していたのに十分な対策を取っていなかった不祥事、まあ、これが明らかになったということなんですが、まあ、今藤井さんご指摘の通りこの27あった項目の4項目が是正されてないと、うん、じゃあそれが例えば1ヶ月ぐらいでですね、うん、直せたとするならば、そうですよ、だったら10月再稼働間に合うじゃないですか。で、何が言いたいかというとね、10月に再稼働できるかどうかっていうのはもう致命的に重要なことなんですよ、はい、致命的に重要なんですよ、いやー僕にはちょっと意味がわからない、うん、はい、いや誰がどうなんかちょっとわからない、とにかく僕には意味がわからない、それくらい大事なことですよこれですね、はい、意味がわからない、まあ、これもラジオ機の方ご存知かと思いますが、あの夏予備率っていうのがあってですね、 3% ぐらい余裕がないともうそれこそ全部あの電源停止になっちゃいますよというような、その今ギリギリのところですからね。そうですよ、これもし仮にですよ、僕はこれ断定的に全く言えないからわからないからわからないとしか言えないんですけど、はい、もし仮にですよ、ただ単に意地悪をするような心持ちだけでですよ再稼働を認めれないんだとしたらですよ、国賊そのものですからね、はい、そうではないと信じたいが、そうであるかのように聞こえてしまいますよね、うん、今の話だと絶望的だと決まってるとは思えない、はい、今程度の改善が、でしかも東電からしたらですよ、ここで電力再稼働できなかって電力料金をまた上げたりとかしたりとかですよ、はい、あるいは十分できなかったりとかしたら会社として巨大な損害を被ることは明白ですよね、はい、だから東電がそれに関してふざけてたったら別だけど、ふざけてるようにも思えない、はい、ちょっと私もそうですね、勉強不足で申し訳ないんですけども、このじゃあ、ゴーサインが出ました、そこから、まあ、正常なこの発電能力まで達するのに、まあ、どのくらいかかるのかっていうこともあるんですけれどもね、じゃあそれがだからもう5ヶ月6ヶ月かかるのか、そのあたりはちょっと私もわからないんですけども、いやこれはだからそれこそ予備率 3% ね、のもうそれこそ生きるか死ぬかって言っても過言じゃないくらいの問題ですからね、本来はね、原発の再稼働は超法規的にやってもいいぐらいの話なんですよ、はい、それぐらいエネルギーの問題、電力の問題が大変深刻な問題なんだから、はい、それができるかどうかっていうのが政治が機能してるかどうかであってね、政治というものは危機がないときには不要なんです、はい、危機があるときに駆動するのが政治なんです、はい、でまさに今危機にあるわけです、だから今こそ政治が動かなければならないのに、なんか反動したようななんかマニュアル的な対応でね、はい、それも戦争してるとき、あ信号赤だ止まりましょうとかって言ってるのと一緒ですよ、はい、信号とか言ってる場合かお前みたいな、
だここに一つ政治判断があってもいいってことですね、うん、本来はそれぐらいの普通の国だったらそうするでしょうね、はい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時10分になるところです。文化放送おはようテラちゃん、今朝も8時までお送りしていきます。時刻7時16分に今なりました。おはようテラちゃん、今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。読売新聞、 GDP3 期ぶりプラス。内閣府が昨日発表した今年1月から3月までの GDP の速報値は、物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べてプラス 0.4% となりました。これが1年続いた場合の年率に換算するとプラス 1.6%、 3期ぶりのプラスです。 GDP の半分以上を占める個人消費は前の3ヶ月と比べて 0.6% のプラス。新型コロナの影響が和らいで、旅行や外食などサービス消費が回復したほか、自動車の販売が増えたことが要因だということです。企業の設備投資も自動車向けなどの投資が堅調でプラス 0.9%、 民間の住宅投資もプラス 0.2% と2期連続のプラスとなりました。一方、輸出がですね、マイナス 4.2%、 統計上輸出に計上される外国人旅行者によるインバウンド需要が大きく伸びたものの、海外経済の減速の影響で中国や欧米向けの輸出が落ち込んだためだとしています。改めてになりますけれども、藤井さん、この GDP3 期ぶりプラス、いかがでしょうか。これね、まず我々認識しないといけないのは、はい、2期連続マイナスだったってことですよね、はい、うん、で2期連続マイナスっていうのはこれも大変深刻な状況で最悪だっていうことなんですよね、はい、だから病気でいうと相当重篤な病にかかって入院せなあかんみたいな話、はい、で、入院せなあかん状況から少し、普通に退院してもいいよと、入院してた状況から退院していいよっていう時になったことで、それ退院できてよかったねってことですけど、はい、普通の健康状態からは程遠い状況にあるんだと、いうことをまず我々理解しないといけないですよね、はい、でしかもこれはもう6時台にも言っていましたけれども、2019年の9月の消費税を増税する前の時点に比べると、はい、我々の GDP というものは大きくへこんだままになっているわけで、はい、そこの絶対水準がへこんでいるにもかかわらず、プラスだと言って喜べるようなものでは何もないということをしっかりと理解する必要がありますよね、はい、だから、経済の状況をいいとか悪いとか判断するのはちょうど医者がですね、患者さんで来た人に対して、健康を判断する、はい、診断をするのと同じ状況ですから、その診断を間違えればあんたは健康ですよって言って もう死にかけてる人間を間違えて診断したらその人死んでしまいますから、はい、だから診断を間違うというのは極めて深刻な問題なので、日本経済に対して、我々日本人、政府も含めてですけど、その診断が非常に甘い、はい、楽観的すぎる、はい、楽観的すぎる診断っていうのはその患者を殺しますから、はあ、そうですね、これは死に至るような、死に貶めるような医療ミスを導くような、診断になるでしょうね、これプラスだって喜んでたら、はあ、はい、もうだから大丈夫なんて思ったら大間違いなわけですからね、ないです、でも政府はそう思ってますよね、はあ、でなんでかっていうと、社会保険料上げる、防衛増税やる、はい、でも決めちゃってるわけですから、で10月からもう貧乏人狙いのインバウンド導入やるって言ってるわけでしょ、でもありとあらゆる10項目も20項目ものなんか細かい増税いっぱい やろうとしてるわけで、はい、いやそれやったら景気後退するよと、でもそれはいいんだ、でそれはいいんだって何やねんお前そうです、お前それはいいって理由を言うや、知らない知らないってよお前おちょ座れ、座りたくない、いや座れっつってんのお前俺の話聞きたくない、いやあー腹立つ
ていう状況、ね、状況にね今官邸はあると、そうなんですね、困ったことだ、本当に困ったことですよね。でも今回のこの数字見たってですね、この本当だったらこの内需もっとね強くして、GDP ねこの個人消費が6割ぐらいだって言われてるわけですから、ただ内需しっかりしっかりと固めて、もっともっと国内の景気を良くして、だったらそうなってきたらそんな輸出がいや減っちゃいましたなんて言ってるね、まあ、その軽減されるじゃないですか、その比率だって、そう普通だったら考えるはずなんですけどもね、通常ね、財政には3つの機能っていうのがあってね、1つは所得の再分配、2つ目が資源の分配、で3つ目が経済の安定化なんですよ、財務省はこの3つの機能を司ってるんですけど、経済の安定化っていうことはね、これね僕ね調べたんですよ、チャット GPT に聞いてみたんですよ、財務省はこれどうですかって、この3つ何言ってますかって聞いたらね、最初の2つ言ってるんですけど、3つ目がね財政健全化って答えるんです。はあ、そこに財政健全化来るんですか。チャット GPT はだから財務省が何言ってるかって文章、公式文章を全部サーチしてそれやってますからね、改めて調べると僕が検索してもそうなってるんです、チャット GPT が見ても僕が見ても、あいつらは経済の安定化っていうのを目標に入れてない、すごいっすよね、経済の安定よりも財政健全化が来るってことなんですね、すげえ、まあ、そのあたりはねチャット GPT クールにやるでしょうから、クールにやりますからね、あいつすぐ嘘つきますからね、でももうデータベースにあることはそのまま答えますからクールにね、すごいやつらですよ日本の財務省は。そうですか、財政のもう教科書すら書き換えてるみたいな、経済の安定化なんてしたこじゃねえ俺はもうみたいな、やるやつですね、やるやつですね、ちょお前座れ、座りたくないやるやつやなお前、やるだろ俺そりゃ褒めたんじゃない、春日かお前は、春日かいい、いやそうですか、続いてはこちらです。産経新聞、児童手当第3子以降月3万円、政府が児童手当をめぐり第3子以降、3人目の子ども以降のですね、支給額を1人当たり月3万円に拡充する案検討していることが分かりました。複数の政府自民党関係者が明らかにしたもので、これまでの支給額から倍増以上となり、多くの子どもを持つ世帯を積極的に支援する姿勢をアピールします。政府は6月にまとめる少子化対策の目玉としたい考えということなんですが、子ども政策の新たな財源として公的医療保険の保険料などに上乗せ徴収する案が浮上していることも分かっています。現在のこの児童手当見ますと、中学生までの子どもを持つ世帯に対して所得制限のかかる場合を除いて、第1子と第2子は1人当たり月1万円、第3子以降は1人当たり1万5000円を支給しています。これが第3子以降が3万円になるということのようなんですが、この動き、これは藤井さんいかがですか。これ政府は何やってるかっていうとね、僕さ人気欲しいんだよな、なんかおじいちゃんばっかり優しいって言われてるからさ、だから子供を増やすの3万円配りたいんだけどさ、お金ないからさ、みんなちょっとずつ出して持ってきて、100円ずつ200円100円ずつでいいよ、持って集めて、で、はい、3万円。いや、そういうこと。はい、3万円。みんな100円ずつ払った。あ、君も100円払ったね。じゃあ2万9900円ってことだけど、まあまあ、3万円。僕何も痛まないからね。やだな。やだな、それ。いやでしょ。ねえ。ほいでみんな100円ずつだから痛くないでしょ、カンナで削っちゃって。で、集めた器具で3万円で、はい、どうぞ。で、はい、票入れて。支持率上げて、僕いい人とっても大好きそうですか、いや腹立つ話でしょ、まあ、これ避けないですよね、いやだから、いやお前ら子供を、そりゃあかんから3万円持ってけや、いいんすか、気にすんな、俺も何ぼでもあんねん、俺気にすんな、お前はそんなお金のことなん、俺の財布のこと気にせんでんねん、お前はお前の家族のことだけ考えとったらええんや、
いいですね。いいですね。竹内力みたいですね。そうですね。うるが出しるやんけ。男気感じますよ。竹内力ですよね。はい。カンナで削ってみんなで3万円集めて、はい。ラスタッツは。そうですね。もうその差があるんですよ。その差があるんですよ。だから絶対これ国は良くならないんですよ。はい。男気の日本になりたいですね。竹内力に総理大臣やってもらいましょう。いやいや、それでもダメかもしれないですけど。ね、財務金融道、すごいですね。霞が関金融道やってもらいましょう。はい。で、政府関係者はですね、子育てを終えた高齢者や子供を持たない人も、将来の医療保険の支え手が増えればメリットを受けると、まあ、説明しているということなんですね。はい、はいはい、みんなからいただきますということで、はい、簡単で削りますということなんですね。はい、続いてはこちら、毎日新聞。国土強靭化、目的外672億円。会計検査院は防災減災を目指して、国が2018年から21年度に実施した国土強靭化の緊急対策で、目的と異なる事業に少なくとも672億円が支出されていたと発表しました。緊急輸送道路の無電柱化、電柱をなくすこの動きですね、これを推進するとしていたのに、世界遺産の景観向上のために使われたケースもあったということです。国土強靭化の緊急対策は事業規模が7兆円で、およそ半額を国が賄い、残りを地方自治体や民間事業者が支出しました。で、20年度までに河川の堤防の強化ですとか、ライフラインの確保、こちらをはじめとして、緊急性の高い重要インフラの機能維持対策、こちらを集中的に実施する計画でした。で、コロナ禍を受けて一部は21年度に繰り越されていました。国土強靭化の緊急対策で目的と異なる事業に少なくとも672億円が支出されていたということなんですが、藤井さん、これはどういうことなんですかね。これは会計監査院の監査で、はい、検査員の検査で出てきたっていうことですよね。はい、だこれ一個ずつちゃんと見て改善しないといけないという問題があったという指摘があったところでしょうから、これ一個ずつちゃんと確認をして適正な予算の執行が必要ですよね。で、その検査員がですね、例えば例として取り上げたのが福岡県宗像市の事例というのがあります。この緊急輸送道路の電柱をなくす推進対策として国から731万円の支出を受けました。まあ、しかし実際に電柱が撤去されたのが緊急輸送道路ではない市道で、世界遺産の宗像大社に隣接していて、景観の向上が目的だったといいます。目的外の緊急事業は学校施設でも散見されたといいます。耐震化の名目で安全性に問題のないトイレが和式から洋式にされた事業、これが855件あって、国の支出額は全部で89億7555万円でした。緊急事業が実施されたにもかかわらず、災害で壊れて効果が発揮されなかった事例もあったといいます。で、千葉県の大多喜町では、避難所として使用する際の熱中症対策として町立中学校の教室にエアコンを設置すると、まあ、しかし19年9月の台風で室外機が倒れて使えなくなりました。強風や地震を考慮せずに固定しなかったことが原因と言われています。内閣官房のですね、国土強靭化推進室は指摘を踏まえ透明性の確保に努めるとコメントしています。透明性の確保という言葉が出てきましたけれども、うん、藤井さん、これはどうでしょう。まあそうですよね。はい、ちゃんと改善していくしかしょうがないですね。ただ国土強靭化以外でもいろんな検査の結果報告してるでしょうからね、そういったものも含めて、はい、予算の執行というのは毎年毎年見直して適正化のレベルを上げていく必要がありますよね。はい。で、検査院の担当者はですね、まあ、今例として挙げたものは緊急対策という枠組みに入るかは疑問で、十分な説明が必要だと指摘したということなんですね。この対策の総合調整を行っているのが内閣官房国土強靭化推進室ですから、ここも
しっかりこれからやっていきますということですね。まあ、だからここだけじゃなくて、はい、あらゆる行政項目においてこういう検査の結果が出てるでしょうからね、それを粛々と改善していく必要がありますよね。こういう時はやっぱり粛々とね、やっていく、まあ、ちなみにこうやって指摘されたのは672億円、はい、で全体の事業規模が7兆円ですから、はい、0.9% とかですよね、はい、そういったところをちゃんと改善していく必要がありますよね、はい、続いてはこちら。日経新聞、訪日客コロナ前7割水準。日本政府観光局は4月の訪日客数が194万9千人だったと発表しました。新型コロナウイルス流行前の2019年4月の7割程度まで回復しています。4月の訪日客数は前の月から 7% 増え、1年前の4月のですね 13.9 倍に達しました。東南アジアやアメリカなどからの観光客の増加が押し上げ要因となりました。国地域別で見ますと、韓国が最多の46万7千人で去年4月の 82% まで回復。航空会社や百貨店は訪日需要の本格回復への対応を強化しています。訪日客数がコロナ前の7割程度まで回復したということなんですけれども、まあ、藤井さん、これはどうでしょうね。回復したというか7割程度にまでまた増えてしまったっていうふうに僕は解釈しますね。はい、まあ、これはだから場所によってはね、本当に迷惑こう思ってるところもあるわけですから、観光の勾配があるわけですから、こうやって外需に頼るんじゃなくて、内需で経済が回るように成長できるようにしないといけないのに、それが放置されているので、まあ、外需頼みの成長なんていうことが世の中全般に広まってしまってるから、はい、回復なんていう言葉になっちゃうんですよね。いや、悪化だこの野郎みたいなね、感じが僕はしますけども、はい、でもこれ先ほどもね、藤井さんからご指摘ありました、その数字っていうのは冷静に見なきゃダメなんであって、例えばこれも1年前4月の 13.9 倍、すごいなーなんて思ってたって、ご時世がご時世ですからね、え、 13.9 ってそりゃそうだろう、だって来てないんだものっていうことですものね。まあ、こんなところでだから、いやすごいなんて驚いてる場合じゃないということですね。数字は冷静に見ると。で、そのコロナ前ですね、最多だった中国からの動きはまだ鈍いものがあると言われています。で、政府は25年までに訪日客数の最多更新を目標に掲げて、過去最多は19年のおよそ3188万人、都市部に限らず受け入れ側の体制作りが、まあ、重要になるということなんですがね、まあ、これは以前から藤井さんとはこのインバウンド政策についてもね、お話伺ってますけれども、まあ、これ非常にこの印象的なのは、じゃあインバウンドって言うけれども、もちろんね、それはこのインバウンドで生計を立ててる方もいらっしゃるし、まあ、観光地だなんだっていうのはそれで潤ってるところ、これはもう重々承知してますけれども、じゃあ全体で見てこれがどのくらいなのかといった時には、GDP の 0.7% っていうところですよね。それをだから、またこれはこれで冷静に考えていかなきゃいけない部分ではありますね。そうです、本当にそうなんです、はい、そこも数字で見ないといけないですよね。そうなんですね。でかつインバウンドで成長しようと思ったら、はい、インバウンドが毎年2倍ずつぐらいになって、ようやく 0.7% 増ってことでしょ。はい、GDP 1% 伸ばすのに 2点数倍にしなあかんってことでしょ、でその次また成長しようと思ったらまた同じだけ増やさんダメなんでしょ、はい、いや潰れるよねお前みたいな、はい、インバウンドで成長しようっていうこと自体がもう鼻から無理なんですよ、はい、内需300兆の内需が徐々に増えるような状況に持っていかないと、はい、まあ、そのね、そうするとじゃあ何が一番大事かって言ったら、まあ、経済成長なわけでね、もう大元はそこっていうことですものね。消費税を減税するのが一番効果的なんですよ、はい、まあ、全てがそこにたどり着くということですよね。その通りなんです。何かこう温泉に例えると源泉はそこですものね。そうです、まあ、どんなに遠くで来ないかなってね、温泉引っ張ろうとしてたって、まあ、源泉しっかりしてないと温泉というのは成り立ちませんからね。そうです、そのあたりは改めてしっかりと我々も考えていかないといけない部分ですね。はい、はい、時刻7時34分です。時刻7時36分です。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。読売新聞、
広島市で明日開幕する G7 先進国7カ国のですね首脳会議で採択する首脳表明の骨子案が分かりました。ロシアのウクライナ侵略や中国の威圧的な行動を踏まえ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を堅持強化すると明記するほか、ロシアによる核の威嚇も念頭に、いかなる核の脅威にも反対すると宣言します。さらに中国が強引な海洋進出を続ける中で、 G7 は自由で開かれたインド太平洋を支持すると表明、相手国を借金漬けにして港湾などの使用権を得る債務の罠が問題視されていることを意識して、脆弱な中低所得国の債務問題に対処する緊急性を強調し、共同して対処すると盛り込みます。この先進7カ国 G7 のですね、首脳会議で採択する首脳声明の骨子案が分かったということですが、これ今お聞きになっていかがでしょうか。まあまあ予定通りですよね。まあ、そうなりますよね。もともとその G7 っていうのは民主主義陣営と権威主義陣営との戦い、昔で言うと東西冷戦のとほぼ一緒ですけれども、の西側陣営、民主主義陣営の牙城というか、最高ミーティングですから、幹部ミーティングですから、それはロシアのこと悪く言うでしょう、中国のこと悪く言うでしょうと、で唯一その中国とロシアと国境を接している我が国日本というのは、他の G7 引く日本は NATO ですからね、だからほぼほぼ NATO で日本のことに配慮してくれたらですね、G7 と NATO ってちょっと違ってくるんですけど、もう日本なんてもうしたこじゃない、岸田君なんて知りませんよもうと、だから君もちゃんと NATO と同じように言いなさいと、はい分かりましたということになってるということですから、で日本が NATO と全く歩調を合わせると日本は国益を毀損するんですよ、別に中国に媚びを売れロシアに媚びを売れと言ってるわけではなくてですね、地政学的に立場が違うわけですから、地政学的立場が日本は違うわけですから、日本の国益を考えればですね、 G7 と NATO との乖離というものをちゃんと考えなければならないんですけど、岸田文雄さんの顔を見ててそれを考えていると推察できる日本人は皆無じゃないですかね、ですからこの G7 で固まってみたいな感覚ですよね、でも今藤井さんご指摘の通り、接してるのは日本ですからね、中国ロシアと、海はあるとは言うものの、そして尖閣諸島の問題もある、あと北方領土の問題もある、いろんな問題を抱えつつ、この何よりどこよりもその近い日本の立場っていうのをね、我々が自身が考えていかなきゃいけないってことですね。だから一刻も早い停戦というものを言わなければ、ならないんですよ日本はね、それは日本の国益にかなうんですけど、そういう取り組みが G7 でどんだけできるかですよね。もう一つ毎日新聞、岸田総理が今日海外の半導体メーカーの幹部らと面会し、国内への積極的な投資や日本企業との連携を呼びかけることが分かりました。総理自ら投資を呼びかけることで半導体分野の競争力強化につなげる狙いがあると。参加するのは半導体受託生産の世界最大手の、台湾石体電炉製造と、あとサムスン電子韓国ですね、あとアメリカ IBM、 ベルギーの IMEC、この経営幹部らだと言います。世界の半導体大手の幹部を集めて、こうした呼びかけを行うのは異例だというんですけれども、日本のこの立場としてはですね、半導体産業を活性化させたい、日本のこの半導体産業を活性化させたいという思惑があるということなんですが、この動きはいかがですか藤井さん。これ言ってどうするつもりなんでしょうね、多分これ向こうは、いいけど、何くれんのって絶対言ってきますよ、それはねちゃんと用意させていただきますから、もう典型的に内弁慶ですからね、日本国内に目がかんないでお前たちの100円ずつ虫取ってやるからさみたいな感じでね、それで外国に、分かりました、おっしゃる通り、おっしゃる通り用意させていただきますってなるんだとしたらですよ、最低ですよね、その総理大臣は、向こうだってメリットなきゃやりませんからね、でもきっとそれやるんじゃないですか、あらそうですか、だってずっとそうですもん、日本国民には、
冷たく DV 的に振る舞い、外国には媚びを売ると、お金もやると、そういうのがずっと続いてますから、そうならないようにしてもらいたいですけど、そうですね、はい。今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。産経新聞からです。先進7カ国首脳会議、G7 サミットですね、広島で、明日開幕です。で、 G7 はサミットで取りまとめる首脳声明に北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める文言、これを盛り込む方向で最終調整に入りました。松野官房長官も会見で、今回のサミットで北朝鮮による拉致問題を議題とする考えを示し、極めて重要な課題であり、サミットでもしっかりと議論していくと述べています。拉致問題早期解決に向けて各国の首脳で活発な議論が行われることを期待したいわけなんですが、藤井さん、この動きはいかがでしょうか。もちろんそうですね、はい、日本としては最低限これは言わないといけないですよね、はい、侵略されているのと同じですから、はい、国民の生命と財産っていうのは国民国家で日本ですから、拉致っていうのは侵略行為とに匹敵するものですからね、はい。まあ、その北朝鮮ですけれども、金正恩総書記がですね、初めてとなるこの軍事偵察衛星の打ち上げに向けて、搭載準備が完了した1号機を、おとといですね、16日に視察して、まあ、今後の行動計画を承認したと発表をしました、ということは、まあ、ここからしばらく時間がかかるのではないかという見方もありますし、この G7 サミットの時に、打ち上げるんじゃないかというようなことも言われてます、まあ、いずれにしてもこの、軍事偵察衛星打ち上げが秒読みということですね、でもまあ考えてみてください。北朝鮮の経済規模は非常に小さい、県日本の県1個か2個ぐらいの経済力しか、何にもかかわらずですね、G7 と対マン張ってですね、トランプ呼び出してですね、戦ってるっていう、決して僕は北朝鮮の応援するつもりは全くないですけど、拉致をした犯人ですから、絶対許さないわけですけども、敵ながらですね、彼らの交渉力というものはすごいものがあるなと、でその彼らの交渉力の源泉に何があるかっていうのをしっかりと冷静に分析するとですね、その源泉に彼らが持っている核というものがない、ということができる人は誰もいないでしょうね、そういった現実をしっかり日本人も見据えて、いかにすれば独立できるのか、日本の国力を拡大できるのかっていう議論を忘れてはならないです ね、そうですね。確かに現実を見るっていうのは大事ですね。今日本が置かれている状況はどういうものなのかということですね、いずれにしても明日からですね、 G7 広島サミット始まります、この影響がいろいろありまして、例えば明日から、これあの JR 東海ですね、東海道新幹線、離れていても東京駅とか名古屋あと京都などで、明日から21日の間コインロッカーと駅構内のゴミ箱、これが利用できなくなります、JR 東日本は上野大宮新宿渋谷11の駅で明日から21日の間コインロッカーと駅構内のゴミ箱が使えません、これは警備上の問題だということなんですね。東京メトロはですね、もうすでに5月15日から、これ限られた駅ではありますけれども、上野渋谷新宿など28の駅でコインロッカーが使えなくなっています。5月21日までということです、これ今関東あたりを申し上げましたけれども、西日本でも同じような動きがあると、藤井さん、これはやっぱり警備としてはですね、万全を期すと、もちろんそうですよ、せっかく日本に来てくださる皆さんですから、安全をお守りするのは日本国家としての責務です、全力を尽くすということですね、しっかりとお守りいただかないと困ります、藤井さん、今朝もありがとうございました、ありがとうございました。